何こういうわけじゃないなんか出ないから空振り空振りしてる何あと1個どこに置くか1メートル以上離れなきゃいけないんだよそれのためにはそのレジャーシートだけが足りないから椅子を使うでそもそも椅子が全員分ないからじゃあプラスでレジャーシート使えたらそれで私から何人移してもいいか各自の人もないのでみんなが作ってきた資料を見ながら音声流れるのこれ聞いてるんだどうやってやるんですか予言は当てずに布がひらひらしてるところでいいね発表したい人も滑り台の上でやるわぼや何かがいるなんか人が増えてきた。1メートルぐらい間隔人間と人間の間を。奥田ゼミをもっとより良いする場にするにはどうしたらいいんだろうっていうのをチームで考えてきてくれたんですね。でそれを今この中野城の場で発表し合おうと、まあ、そういった感じです。はい。皆さんゼミとの関係性、ゼミは安心安全な場になっていますでしょうか。合宿がズームになってしまって対面で行うことができなくなってしまい、ゼミができないでの関係性で終わってしまっています。ところでそのまず意見を言う何かを、ゼミの中で言うことに対しての抵抗感だったりとかっていうことをなくして意見を言うことに慣れていこうなんか私がパンダタイムとゴトゥーパンダって名付けました。なんでだかっていうとなんかアイスブレイクとかなんとかの回とか重くないっていうことでなんか今までに奥田ゼミが使ってない言葉使いたいなっていうのとでも愛着は欲しいじゃん。で愛着のあるこのパンダとなんかタイムでなんか適当にタイム時間じゃんだからパンダタイムみたいな。じゃカメラ見てください。撮ります。さらにもう一枚撮ります。さらに次マスク外しましょうか。じゃあ喋らないでマスクを外して。はい、じゃあ撮ります。笑顔で321321。あ、こんにちは。あ、動画ですこれ。動画はい、いいものになっています。皆さん時間あったらぜひ見てくださいということですね今回はどんな活動ですかっていう質問が来ています。はい、今回の活動は、公開ゼミを行っています。現地にも2年生がそちらに3人ほど来てくれています。はい、お願いします。はい、あと同時進行でコロナの後の大学ということでスライドの展示もしています。はい、はい、準備しました。はい、まずですね、皆さん奥田ゼミとは何っていうさっきの題名見て、まあ、ゼミとはっていう、ね、奥田ゼミは一旦置いといてゼミとはっていうことをまず説明していこうと思います。まずゼミとは19世紀のドイツに起源を持った日記に身につけるだけの教育スタイルを出し教育活動を通して学んでいくという新たなスタイルとして一世を風靡し、簡単に言うと単に知識を身につけるだけではなくて研究活動を通して学ぶという大学における学習スタイルになっています。ゼミにとっての奥田ゼミは挑戦できる
所です。自分の苦手なことにも挑戦する、苦手なことに挑戦するには最高。コロナ禍2年前とかすごいモヤモヤしたり、外行けないとか、外にご飯も食べに行けるとか、びっくりしたりいろいろあったと思うんですけど、そういう思いを思い出してもらって、ここ残してもらってですとか、逆にその過去の心理的な意味がしてるでございます。で現在で言ったら、なんていうの、マスクが苦しい、消毒苦しいとかいう意見もあれば、逆にシミない消毒液が出てきて嬉しい。あとはこう時間ができたから最近は反省ばっかりするみたいな、そんな意見もあって、じゃあ過去未来、はい、過去現在未来で、はい、お好きなところにいくつでも書いていただいて。筑波大学園の大学自体がイベントがもともと多かったので、街に出たりですとか、悲しいですよ、人に会う、ね、新しい出会いとか、うん、新しい情報が入ってこないっていう。ありがとうございます。それだけだとなかなか進まないんですよね、チームになって。だからコロナでなかなかほら対面授業できなかったりとか、本当にその学びのための時間しか使えなくて。あ、これ前橋か、前橋で商店街で、あ、その着付けを金田屋さんにお願いして、そこでまたつながりができる。そうだよね、そういうのがすごいよね。学生さん、僕の学生を思い出すと、とても社会人の人と積極的に交われなかったなっていう気持ちはありますよ。そうですよね。ここタイムラグがある。そうです、タイムラグがあります。ちょうどタイムラグ。聞こえてます。大丈夫です。奥田ゼミに入って成長したことって何でしょうか。カフェ屋さんお願いします。ホナミン、はい、入って成長したことは、あの自分からしたら比較的フットワークが軽くなったことと、時間の管理が上手くなったことです。あー、車で3分、まあ、車で3分、あの、どうしたの、あの通り、ガスの通りを下っていけば見えた。駅から近いと、駅からちょっと歩くよ、まあ、ここだ、どうぞ、